両瀬も折り騎士。本名は田中真司。身長174センチメートル、体重147キログラム。最高位は西前頭16枚目。血液型 A 型。幼少期より柔道を始めて、大津市立王子山中学校在学時には柔道部の首相を務め、個人戦では全国大会ベスト16の実績を持つ実力選手だった。 北京五輪 100kg 級金メダリスト、石井里氏とも対戦経験がある。中学では、生徒会長も務めていた。中学1年の時に両親が離婚し、それ以降中学卒業まで女で一つで育てられる。同じく中学1年の時に北の海部屋の大阪場所宿舎で食事をしたことをきっかけに、親孝行するなら相撲と決意し、一人で育ててくれた。 お母さんにお金持ちになってもらいたいという動機とともに、中学卒業後に、当時の北の海部屋へ入門した。東京の柔道名門校、国士館高校の推薦を拒否しての入門であった。北の湖だけにとどまらず、地元の石骨医も、各界入りに誘ったとされており、入門前から、才能は広く評価されていた。2002年3月場所に、初土俵を踏む。 新弟子時代は、身長171センチメートル、体重109キログラムで、第二新弟子検査を受けての入門であった。同期には、木瀬の里や土部屋の北、三河倉がいる。二尾の海という湖名は、琵琶湖の湖庄に由来して付けられたもので、二尾の海とは、水鳥が集まる湖という意味を持つ。二尾は、故郷、滋賀の県鳥海つぶりのことである。 ニオの海やかすみて、くれるる春の日にわたるも、東志せ田の長橋という、新古今和歌集に収められた、藤原ため家の和歌にも登場する由緒ある言葉でも、あるが、入門当初は、字が似ている、鳩と間違えられて、鳩の海と読まれることもあったという。母は、ニオの海の精進を支えるために、研究やトレーニング指導も買って出て、 石取昇進をアシストしていた女の口を一場所、女二段を一年ほどで通過し、それからは主に三段目に在位していたが、2006年4月に、風邪の症状を訴えて、病院で検査したところ症能炎にかかっていることが判明し、即刻緊急入院した。異変を自覚した二尾の海は入門後初めて母親に、助けを求めたと言い,い、母が駆けつけた時は、上ごとを言ったり、 まっすぐ歩けない状態であった。脳の中に細菌が入った状態で当初の病状は重篤で数日間にわたって完全に意識が戻らない状態であった。担当医師からは約50%の確率で下半身不随になると言われたという。食事もまともに取ることができず点滴や 流動食で栄養を補給し、約1ヶ月間の入院生活はほぼ寝たきりの状態で、約 20kg ほど体重が落ちたものの、同年5月場所後半に退院し、翌7月場所で復帰を果たした。幸いにも復帰後は、後遺症などに悩まされることもなく、むしろ調子を上げた。2007年3月場所に、幕下に昇進すると、以後は、 幕下中位に定着するようになった。東幕下16枚目に上がった2010年、7月場所で5勝2敗と勝ち越し、自己最高位となる、西幕下6枚目の位置で迎えた翌九9月場所でも4勝3敗と勝ち越し、続く11月場所でも西幕下4枚目の位置で5勝2敗と、勝ち越しを決め、翌二2011年1月場所において、新十両へ昇進した。 第2新弟子検査を経ての関取は、豊ノ島、佐賀塚さますます荒海に続いて4人目のこととなった。その1月場所では5勝10敗と大きく負け越し、大相撲屋を超問題による同年3月場所の中止を挟んで、同年5月技量審査場所において幕下へ、陥落した。東幕下4枚目に番付を下げて迎えた2011年5月、 技量審査場所では3勝4敗と負け越したものの、大相撲やお帳問題により多数の引退力士が出た影響で、翌7月場所では負け越しながら、東幕下筆頭へと番付が上がった。その7月場所では5勝2敗と勝ち越し、翌9月場所において重量へ復帰した。最重量となった9月場所は9勝6敗と勝ち越し、 続く11月場所でも9勝6敗と勝ち越しを決め、翌2012年に1月場所に新入幕を果たした。滋賀県出身者の新入幕は1993年、3月場所の青木山以来18年10ヶ月ぶりであった。その1月場所では5勝10敗と大敗して、翌、3月場所では十両へ陥落した。 同年5月場所前の左肩脱球の影響もあって以後1年余りを重量で過ごした。2013年5月場所では序盤で左膝を痛めたものの終盤の5連勝でなんとか勝ち越しを果たした。しかし翌7月場所前の稽古で状態が悪化。7月場所は3日目の総体流戦以外をすべて負けて1勝14敗の 大敗を喫し、翌、九月場所では西十両四枚目から一気に幕下に陥落した。幕下陥落後も七場所続けて負け越し、ついには2007年1月場所以来となる三段目の陥落を余儀なくされた。三段目に陥落した時、師匠の定年まで頑張って取りたいということで、現役続行。同年、十一月場所は復調し、 6勝1敗の好成績を残して1年半ぶりの勝ち越しを手にした。以降は主に幕下注意での土俵が続いている。2015年11月場所13日目の取り組み終了後に、師匠の北の湖ビンマンが急成し、先週落となる11月22日に遺体が福岡から帰京。前日に7番相撲を取り終え帰郷していた二尾の海が、 北の海夫人の尾端富子のコメントをマスコミの前で代読した。師匠が死去したことで、息き承した二オの海であったが、自身より師匠と関係が深かった、オーロラさんはもっと辛い思いをしているのに、頑張っているから俺も頑張ろうとここでも、現役続投を決意。2016年は、3月場所と11月場所で、それぞれ、 東幕下15枚目まで番付を回復したが、この2つの場所ではいずれも3勝4敗と負け越している。2018年1月場所は、幕下では2007年7月場所以来となる6勝1敗。幕下以下での6勝1敗の成績自体2014年11月場所以来。 関取が遠ざかっているが、同じみ穂が関系の里山を引き合いに出し、会に落ちても応援してくれる人のために関取に帰り咲くことを誓った。2018年3月7日に、岡緑が9枚目のシングル、二尾の海、稲のふるさとをリリースすると、四込めと同じ名前の曲が含まれるシングルに、発奮して関取復帰に意欲を燃やすようになった。 しかし、関取復帰に近づくどころか2019年1月場所には2度目となる3段目陥落を喫した。2021年1月場所限りで、同じ滋賀県出身の琴と鉄が引退し、仁尾の海が現役でただ一人の滋賀県郷土力士となった。2011年10月1日、現金約90万円を盗まれるすり被害にあったことが明らかになった。 警察には、被害届を出しているが、返しに来るお人よしはいないでしょう。しょうがないですと諦めている。被害に遭ったのは空き場所中で、給料を入れた袋を付け人に預けたが、両国国技館内か、その付近で何者かにすられたという。2021年11月場所終了現在。ありがとうございます。